グスコーブドリの伝記、宮沢賢治。4、空母大博士。ブドリは2時間ばかり歩いて停車場へ来ました。それから切符を買ってイーハ東部行きの汽車に乗りました。汽車はいくつもの沼畑をどん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 後ろへ送りながらもう一山に走りました。その向こうにはたくさんの黒い森が次から次と形を変えてやっぱり後ろの方へ残されていくのでした。ブドリはいろいろな思いで胸がいっぱいでした。早くイーハ東部の死についてあの親切な本を書いた空母という人に会い、できるなら働きながら勉強してみんながあんなに辛い思いをしないで沼畑を作れるよう、また火山の灰だの日照りだの寒さだのを除く工夫をしたいと思うと、汽車さえまどろこくってたまらないくらいでした。汽車はその日の昼過ぎイーハ東部の市に着きました。停車場を一足出ますと地面の底から何かのんのん湧くような響きやどんよりとした暗い空気、行ったり来たりするたくさんの自動車にブドリはしばらくぼーっとして突っ立ってしまいました。やっと気を取り直してそこらの人に空母博士の学校へ行く道を尋ねました。すると誰へ聞いてもみんなブドリのあまり真面目な顔を見て吹き出しそうにしながら、そんな学校は知らんねえとか、もう五六丁言って聞いてみなとか言うのでした。そしてブドリがやっと学校を探し当てたのはもう夕方近くでした。その大きな壊れかかった白い建物の2階で誰か大きな声で喋っていました。こんにちは。ブドリは高く叫びました。誰も出てきませんでした。こんにちは。ブドリはあらん限り高く叫びました。するとすぐ頭の上の2階の窓から大きな灰色の顔が出て、メガネが2つギラリと光りました。それから、今授業中だよ、やかましい奴だ、用があるなら入ってこいと怒鳴りつけてすぐ顔を引っ込めますと、中では大勢でどっと笑い、その人は構わずまた何か大声で喋っています。ブドリはそこで思い切ってなるべく足音を立てないように2階に上がっていきますと、階段の突き当たりの扉が開いていて、実に大きな教室がブドリの真正面に現れました。中には様々な服装をした学生がぎっしりです。向こうは大きな黒い壁になっていて、そこにたくさんの白い線が引いてあり、さっきの背の高いメガネをかけた人が大きな櫓の形の模型をあちこち指さしながら、さっきのままの高い声でみんなに説明しておりました。ブドリはそれを一目見ると、ああ、これは先生の本に書いてあった歴史の歴史ということの模型だな、と思いました。先生は笑いながら一つの取っ手を回しました。模型はガチッとなって、機体の船のような形になりました。またガチッと取っ手を回すと、模型は今度は大きなムカデのような形に変わりました。みんなはしきりに首を傾けて、どうもわからんという風にしていましたが、ブドリにはただ面白かったのです。そこでこういう図ができる。先生は黒い壁へ別の込み入った図をどんどん描きました。左手にもチョークを持ってさっさと描きました。
学生たちもみんな一生懸命その真似をしました。ブドリも懐から今まで沼畑で持っていた汚い手帳を出して図を書き取りました。先生はもう書いてしまって、段の上にまっすぐに立ってじろじろ学生たちの席を見回しています。ブドリも書いてしまって、その図を縦横から見ていますと、ブドリの隣で一人の学生がはぁとあくびをしました。ブドリはそっと聞きました。ねえ、この先生はなんて言うんですか。すると学生はバカにしたように鼻で笑いながら答えました。空母大博士さ、お前知らなかったのかい。それからじろじろブドリの様子を見ながら、初めからこの図なんか描けるもんか。僕でさえ同じ講義をもう6年も聞いているんだ、と言って自分のノートを懐へしまってしまいました。その時教室にパッと電灯がつきました。もう夕方だったのです。大博士が向こうで言いました。今や夕べは遥かに来たり、地高もまた前科を終えた。諸君のうちの希望者は、けだしいつもの礼により、そのノートをば拙者に示し、さらに数個の諮問を受けて、所属を決すべきである。学生たちは、わーっと叫んで、みんなバタバタノートを閉じました。それから、そのまま帰ってしまうものが大部分でしたが、50-60人は一列になって大博士の前を通りながらノートを開いて見せるのでした。すると大博士はそれをちょっと見て、一言か二言質問をして、それからチョークで襟へ、ゴーとか、再来とか、奮礼とか書くのでした。学生はその間、いかにも心配そうに首を縮めているのでしたが、それからそっと肩をすぼめて廊下まで出て、友達にその印を読んでもらって、喜んだり、しょげたりするのでした。ぐんぐん試験が済んで、いよいよブドリ一人になりました。ブドリがその小さな汚い手帳を出したとき、空母大博士は大きなあくびをやりながら、かがんで目をぐっと手帳につけるようにしましたので、手帳は危なく大博士に吸い込まれそうになりました。ところが大博士はうまそうにコクッと一つ息をして、よろしい。この図は非常に正しくできている。その他のところは何だ？はは、沼畑の肥やしのことに、馬の食べ物のことかね。では問題に答えなさい。工場の煙突から出る煙には、どういう色の種類があるか。ブドリは思わず、大声に答えました。黒、かつ、木、灰、白、無色、それから、これらの混合です。大博士は笑いました。無色の煙は大変いい。形について言いたまえ。無風で煙が相当あれば、縦の棒にもなりますが、先はだんだん広がります。雲の非常に低い日は、棒は雲まで登っていって、そこから横に広がります。風のある日は、棒は斜めになりますが、その傾きは風の程度に従います。波やいくつも切れになるのは風のためにもよりますが、一つは煙や煙突の持つ癖のためです。あまり煙の少ない時はコルク抜きの形にもなり、煙も重いガスが混じれば煙突の口から房になって一方ないし四方に落ちることもあります。大博士はまた笑いました。よろしい。
君はどういう仕事をしているのか。仕事を見つけに来たんです。面白い仕事がある。名刺をあげるから、そこへすぐ行きなさい。博士は名刺を取り出して、何かスルスル書き込んで、ブドリにくれました。ブドリはお辞儀をして、戸口を出て行こうとしますと、大博士は、ちょっと目で答えて、なんだ、ゴミを焼いているのかな。と低くつぶやきながら、テーブルの上にあったカバンに、チョークのかけらや、ハンケチや本や、みんな一緒に投げ込んで、小脇に抱え、さっき顔を出した窓から、ぷいっと外へ飛び出しました。びっくりして、ブドリが窓へ駆け寄ってみますと、いつか大博士は、おもちゃのような小さな飛行船に乗って、自分でハンドルを取りながら、もう薄青い、もやの込めた街の上を、まっすぐに向こうへ飛んでいるのでした。ブドリがいよいよ呆れて見ていますと、間もなく大博士は、向こうの大きな灰色の建物の平屋根について、船を何か鍵のようなものにつなぐと、そのままポロッと建物の中へ入って、見えなくなってしまいました。今日のお話はいかがでしたか？ M チャンネルでは世界中のいろんなお話を朗読しています。気に入ってくれましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次のお話でお会いしましょう。